はい、こんにちは。えー、ご依頼いただいた、えー、ツイントリッププラス g ストクロックですね。えー、一応、まあ、暫定しようということで、えー、上がりましたので、えー、確認願います、えー。まずはですね、えー、まあ、基本的に下のツイントリップ部分は従来のもの、以前購入いただいたものとほとんど同じです。で上下切り替えがあってですね、まあ、トリップクリアですね。であとセ でですね。キャリブレーション。以前はこれタッチで OK だったんですけど、今回ちょっと長押しにしてます。というのは、まあ、誤動作防止という形になります。で、キャリブで1点、まあ、下4桁ですね。になります。数字の切り替えはこの白の上下でアップダウンができます。以前のものは下だけだったと思うんですけども、アップダウンができますので、こちらでアップダウンしていただいて。で、桁の送りはこのセッティングです。 右に1個ずれますのでまあ、好きなところでまあ、変えていただいてここですねで、えー、全部終わったらまあ、別に戻す必要はないんで、えー、終わった段階でこの赤いキャリーボータンを今度は短押ししていただければ設定完了ですはいで補正率は保存されます従来バージョンと同じように保存されますので注意してくださいであとですね まあ、明るさですね。セッティングボタン長押しで、えー、明るさの、えー、設定ができます。これもアップダウンができますので、えー、してください。はい。まあ、こんな感じですね。で、次、パルス設定ですね、えー。こちらも同じです。えー、4パルス部からまあ2パルス、まあ、いろいろありますので。で、終わったら設定していただいて。で、以前はあの距離の単位があったと思うんですけど、今回は、えー、別のボタンでやりますので、設定は今の2つの項目だけになります。 であと、えー、トリップをちょっと進めます。はい。えー、進めまして、えー、クリアします。クリア、クリアしますね。はい。で、クリアしまして、で、まあ、クリアしたボタン、あ、距離ですね。を、えー、見ることができます、えー。左のファンクションボタンですね。これを押すと、えー、さっき報道のクリアした直前、あの A も B もクリア、まあ、A、B は今クリアしてないんで、えー、直前距離を確認することができます。 はい。で、あと、えー、距離の単位ですね。今1メートル単位で99.999までいきますけれども、えー、これを、今度ファンクションボタン長押しですね。えー、長押ししていただくと、えー、こんな感じで、えー、いきます。はい。えー、999.99 99ですね。900 まで行きます。はい。という形で、こっち長押しになります。えー、長押しで、えー、また戻ります。はい。こんな感じですね。ですから、短押しで直前距離呼び出しで、長押しで、まあ、距離の単位、えー、切り替え、という形になります。まあ、こんな感じですね。で、あとは、えー、時計は GPS 時計です。で、今ちょっと室内なんで点滅しますけど、これ点滅してる時は GPS を、えー、まあ、探索中という形になります。で、探索終わって受信してると、これが点滅から点灯に切り替わります。 で、時計は、えー、内蔵の GPS モジュールで保存されるんで、えー、受信されてなくてもですね、このように、えー、まあ、今の時刻が、まあ、表示されるという形になります。で、あとですね、えー、ご依頼いただいた中で、この切り替えのタイミングのホールドですね。えー、A か B にこのスイッチが行った時に保存、あ、フリックスします、えー。試しにやってみますと、こんな感じですね。 えー、例えばこの状態、一応30秒ホールドされますけれども、えー、真ん中ではホールドされませんので、えー、あくまでも B もしくは A に切り替わった時ですね、えー、ホールド中でも、えー、切り替えれば新しいホールドになりますので、その段階から30秒という形になります。まあ、こんな感じですね。ですから真ん中だけではホールドしないという形になります。 であと配線が、えー、一応裏から出てます。水ですけど、裏から出てます。裏のちょうどこのボタンの真裏あたりですね。はい。という形になります。であと電源スイッチですね。えー、真ん中よりちょっとだけ右に寄ってますけど、まあちょっと内部の構造的にほぼ真ん中になってしまってますので、まあ、その辺はちょっとご容赦いただければと思います。えー、以上で一応ご要望いただいた機能をおおむね、えー、実装したんではないかなと思いますので、ご確認をお願いします。それでは。